忘れられたスペースコロニームーンムーン。ガンダムと呼ばれるモビルスーツの頭が漂着したのをきっかけに、100年近く止まっていたムーンムーンの時間が一気に流れ始める。時に宇宙世紀0092、シャアの反乱の予兆が宇宙を静かに震わせていた頃、ガンダムの頭が流れ着いた衝撃で不具合が生じたムーンムーンのコロニー。これを修復するべく外の世界に助けを求めたユッタたち決死隊の面々は、地球連邦軍とネオジオン軍の戦闘に巻き込まれてしまう。混乱の中、仲間を救うために一人宇宙に飛び出したユッタは、同じように宇宙を漂う少女の存在を知覚した。遠い、まだ会ったこともない少女の気配に引きつけられるようにして、ユッタは戦場の宇宙を漂う。それはユッタの中に眠る資質がさせることか、あるいは姫様、ミネマ姫、アゴス少尉です。聞こえたらお返事を。チッ、コーン・ミノフスキー粒子が濃くては無理か。船から放り出されてまだ5分と経っていない。そう遠くには、あれか、キャッチした姫様。なあ巨人、姫様じゃない。なんだお前。人、連邦のじゃないな。なんだその古めかしいノーマルスーツは。やっぱり人だ。何、巨人の腹の中から出てきたから、てっきり悪霊かなんかかと。何を言って、このモビルスーツめ、増援を呼んだのか。戦争、巨人同士で戦ってるの。ここに止まっていたら的になる。お前漂流者だな。後でまた拾ってやるから、このビーコン持っとけ。連れてってやりたいが、こっちは人探しの途中なんだ。流れ弾に当たるなよ。探してるのって、あの女の子。え、知ってるのか、見たのか。見た。どこにいるのか分かると思う。お前、名前は。ユッタ、ユッタカーシム。たく、もうしつこい。こっちはやり合う気はないってのに。サンフィラ注意、聞こえるか。増援に来てやったぞ。ウバルド隊員、こっちはモビルスーツ隊をやる。そっちは敵の母艦を仕留めろ。シータプラスの火力なら偽装貨物船なんぞイチコロだろうが。その偽装貨物船を泳がせてシャアの行方を突き止めるのが私の任務なのよ。何、何か言ったか。船乗りなら星図くらい読めるんだろう。姫様を見たのはどのあたりだ。あっち。あっちって。あっちだってば。おい、勝手にいじるな。でもいいセンスだ。まだ子供みたいだけど、プチモビくらい扱ったことあるんだろう。プチ、まあいい。今は姫様を見つけるのが先決だ。外周監視、
頼むぞ。うん、あの子のこと大事なんだね。姫様だ、あの子だなんて軽々しく言うんじゃない。大事だよ、他のどんなものより。あの人は俺たちの未来なんだ。未来、あ、何か来る。見つけたぞ、ネオジオンの新型モビルスーツ。あの巨人たち、なんで撃ってくるの。敵同士だからな。ユッタの導きでミネバザビは無事救出された。ミネバを護送するネオジオンの偽装貨物船アタラント3は傷ついた船体を癒すべくムーンムーンへと進路を取った。コロニーの修理を手伝うというのが寄港の条件だ。外来の客人に浮き立つムーンムーンの人々、ムーンムーンが守ってきた秩序というものもあります。何卒ご配慮のほどを。ジオンは受けた恩義は決して忘れません。だがミネバと引き離されたユッタの気持ちは晴れない。相手はお姫様だ、立場が違う。ユッタは警護の目をかすめてミネバを外に連れ出した。もう一度二人で宇宙に出て、あの不思議な共鳴が何だったのかを確かめるために。俺たちは13歳になるとここに連れてこられるんだ。自分が何者なのか知るために。自分を知る。このコロニーっていう鉄の塊の中で生まれ育った人間の一人。他にも宇宙で暮らしている人は大勢いて、その先祖はみんな地球から飛び出してきた。遠い昔、海で暮らしていた生き物が陸に這い上がってきたように。初めてその話を聞いた時、なんだか自分が広がっていくみたいな感じがした。ムーンムーンしか知らなかった心が、そこから抜け出して伸びをするみたいに。初めて君と会った時もそうだったんだ。ユッタ。言葉にしようとすると逃げていってしまう。とても大事なことらしいのに。
君も感じただろう。あの瞬間、俺たちは確かに通じ合った。まだ会ってもいないのに、お互いに。一方、アタラント3の船内にはムーンムーンに不具合をもたらしたガンダムの頭部が運び込まれていた。サイコミを搭載するバルギルのボディに接合して、ガンダムの頭に搭載された未知のシステムを調べようというのだ。おお、思ったより収まりはいいな。冗談じゃないよ。ジオンのモビルスーツに、よりにもよってガンダムの頭だなんて。ジオンと連邦、ムーンムーンという小さな世界しか知らないユッタたちにとって、その因縁は別世界の話でしかない。昔戦争があったの。この世界に住む人たちを半分消し去ってしまうほどの恐ろしい戦争が。ジオン、君が生まれた国。滅びた国よ。ジオンは戦争に負けた。でも地球に住む人たちと宇宙に住む人たちの確執はなくなっていない。それで新しいジオンなの。ミネバザビはジオン復活の象徴。スペースノイドの未来そのもの、難しいんだね。そう、みんなで難しくしている。こんな風に分かり合うことだってできるのに。ミネバという存在を招き入れたことで、ムーンムーンもその複雑な世界に侵食されていく。ムーンムーン、過去にブライト司令の部隊が訪れたこともあるのに、未だに忘れられたコロニーにされてるってどういうこと？そんなところにシャアにつながる鍵が逃げ込む。普通じゃない状況に対処するには、こっちも普通じゃない手を。あれは？ロンドベルメ、思ったより手が早いな。もうアタラント3の無能どもには任せておけん。マース、レフィ、これよりコロニーナに突入してミネバ姫をお救いする。秘密の保持が第一だ。救出が難しいと判断された場合は分かっているな？あ、了解しております、ガット隊長。ガットたちネオジオン新手のモビルスーツ部隊はムーンムーンを戦火に塗り込めてゆく。勝手にミネバを連れ出したことを咎められたユッタは、繋がれた牢の中でこの混乱に遭遇した。おい、ユッタ。アゴッソン、ここから出してやる。俺と来い。どこに行くの？この戦闘を止める。俺と一緒にモビルスーツに乗るんだ。お前はサイコムとの相性が。アゴッサン！くそ、ダメだ、足が挟まってしまって。今溶かすから。いや、いい、時間がない。言った、港に行け。え、アタラント3の格納庫にバルギルがある。ここまで運んでくるんだ。そんな、俺一人でどうやって？このままじゃコロニーが壊れてしまう。昔のジオンはそれでスペースノイドの信用を失った。姫様が作る新しいジオンでは絶対にやってはいけないことだ。アゴスさん、頼む、言った、俺たちのために言ってくれ。お前ならできる。その頃、ムーンムーンの人々と共に避難の途にあったミネバザビは、何だろう、何かが来る。ジェネレーターを誘爆させたら、こんな小さなコロニーは一発で全滅する。3対1では分が悪い。
ここは引くか。でもそうしたらムームーンは死んで、なんとかなるなら100回だって死んでやる。けど、何？ところに運ぶ。動いてくれよ。ここまで来れただろ。でないとみんなが死んじゃうんだ。ダメだ！避けなさい！その二つの目、えぐれないでやろう！言った！ジャロメよりグアジャ、救援を乞う。繰り返す、救援を乞う。くそ、なんで応答しない。この辺りならミノフスキー粒子も。ダグドール、リュース少佐か。少佐、私です、ガッドです。正体不明のモビルスーツと交戦、部隊は全滅。ミネバ殿下の救出はままならず、アタラント3ともども隠滅を試みましたが。見ていたよ。コロニー潰しを仕掛けておきながら、返り討ちにあって自分だけおめおめ。それって無様すぎるよね。少佐、ほんと、無様。